ベイカーボールの観客席、ベイカーボールは、アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアに、かつて存在したスタジアム。MLB フィラデルフィアフィリーズが1887年から1938年まで、NFL フィラデルフィアイーグルスが1933年から1935年まで、それぞれ本拠地にしていた。年に誕生した、NFL 新球団のイーグルスが、 ベーカーボールを本拠地にしたことで、史上初の野球とアメリカンフットボールの、兼用スタジアムになった。シャイブパークとの位置関係。左下がシャイブパーク。右上後方が、ベーカーボール。フィラデルフィア北部の一角2887年、レクリエーションパークに代わるクエーカーズの新本拠、地球場として会場。公式には、ナショナルリーグパークという名称だが、 フィラデルフィア・ベースボール・グラウンズやハンティング・ドン・ストリート・グラウンズという属称もファンの間で定着した。ベーカーボールという名称になったのは1913年にウィリアム・ベーカーがフィリーズのオーナーに就任してからのことである。スタンドが木製だったため、1894年8月6日に火事で全焼してしまった。8月18日までに仮設スタンドを建設して、 その年のシーズンを乗り切ると、オフシーズンに大規模な改修工事を行い、コンクリート製で2層の新スタンドを建設し、1895年5月2日に再開場した。しかし、1903年8月8日には、外野席が崩落し死者12名、負傷者232名を出す事故が発生するなど、球場の作りがもろく、またフィリーズも1915年の1回しか、 ワールドシリーズに出られないなど不審が続いたため、観客動員はかんばしいものではなかった。老朽化もありフィリーズは、結局1938年のシーズン半ばに、近くにあるアスレチックスの本拠地、シャイブパークに移転することになった。なお、平常当時、ベイカーボールは、MLB 最古の球場だった。その後跡地は、ミジェットカーレース場や、アイススケートリンクなどに活用されたが、 最終的には1950年に完全に取り壊され、跡地には記念碑が建てられている。ありがとうございます。